バーソは、トヨタ自動車が、ヨーロッパ、南アフリカ共和国と中国で販売していた、ミニバンタイプの乗用車である。欧州専用モデルとして存在していた、カローラバーソ及び、アベンシスバーソの後継車両として2009年の、ジュネーブモーターショーにて発表され、直後発売を開始した。製造は、トルコのトヨタモーターマニファクチャリングターキーインクで行われている。 中国では、公衆汽車との合弁会社である公衆トヨタ汽車が EZ として発売している。ガソリンエンジンは1.6リットルと1.8リットルのバルブマチック仕様で、ディーゼルエンジンは2.0リットル、DE-4D と2.2リットル、DCAT の2種類。中国では1.6リットル、1.8リットルの他に2.0リットルの設定もある。 トランスミッションは6速 MT が標準で、ガソリン1.8リットルに CVT、ディーゼル2.2リットルに6速 AT が組み合わされる。2013年にマイナーチェンジ。オーリスに似たフェースリフトが行われ、キーンルックと呼ばれるフロントデザインとなった。2014年からは、BMW 製1.6リットルディーゼルエンジンがラインナップに加わっている。 2017年10月に生産を終了した。在庫販売は翌年まで続けられた。ありがとうございます。